はテーマ10、お客様との関係を深めよう、 SNS 以外でのファン化の講座に移りたいと思います。他の動画ではインスタグラムなど SNS を使って、皆さんにファンになってもらうためにどうしたらいいかっていうお話をしてきたんですけど、今回は SNS を普段から使っていない方とかにファンになってもらうためにどうしたらいいかっていうお話をしようと思います。まず SNS 以外でお客様にファンになってもらうために私たちが活用してきたことは大きく分けて3つあります。まず1つ目が公式 LINE の活用ですね。これは私たちが作っているチラシとかに公式 LINE の QR コードっていうのを載せておいて、そこからお客様から私たちのことを知ってもらってファンになってもらえるっていう流れができています。で、2つ目が販促物ですね。それこそチラシであったりとか、私たちの商品の詳細を書いてあるリーフレットだったりとかっていうところを見てお客様にファンになってもらうということが起こっています。で、3つ目は私たちが実際に喋っている風景とかですね、そういうのを見てもらって、この人たちはこういう思いを持ってやってるんだっていうのを SNS 以外でも発信することでファンになってもらうということが可能になってます。具体的に公式 LINE ではどういった配信をしているのかということをご紹介します。公式 LINE の配信では私たちがイベントに出展する際やキャンペーンを打つときですね、こういったキャンペーンをしていますっていう発信をするのはもちろんなんですけれども、それ以外に